生誕もね、ライブができるようになって大丈夫前来な生誕もね、すごい久しぶりにやるんですけど、前回が誰の生誕だったっけ。私あ、彼よね、10月のいつだっけ。27 10月だったっけね。ね、そう、スパティオはね、誕生日が4月と10月に固まってるんですよ。そう、あ、その日、そう、海とイユがデビューしてから、そう、デビューしてから初の生誕か。だよね。エルビーはさ、みんな誕生日いつだっけ。10月と4月おー、なんか10月と4月多くないか。10月多いな。なあ4月ありがとう。祝ってくね、おめでとうございます。ね、気づいたらみんなすごい大きくなってるからさ、その休止期間にもね。今何歳みんな。12 11 11。若い。しーちゃん抜かれとるやない。並んでみなさい。君も君も、ほらほら前に来な。そこ真ん中二人。カモン、ゆわちゃん1 1。でもさっきも高いよ。一緒ぐらいよ。来て、ちょっと来て。来て、来てよ。靴一緒やけん、な靴。はい、まっすぐ立つ、まっすぐ立つ。あもう抜いてんじゃん。あ、抜かされた。イエーイ、ゆわちゃん、シャイ。負けてないよ、私は。負けてないよ。だってさ、ここももう、僅差だもん。まだまだ高い、まだ高い。もうちょっとか。まだ高い。でも背伸びしたらすぐやもん。こされとったよ今。待って背伸びとさ普通は違うやんね。え、わかる。わかんない。もういいよ。ここ一緒ぐらい。ここ一緒ぐらい。一緒ぐらい。一緒ぐらいよ。おー、一緒ぐらい。成長早っ。怖いよ。でも2年上でしょ。え、一歳しか変わんないのそこ。2年やろ。嘘つけない。年齢差はやまった。ねえ、私はさ、これだから。え、でもなんかここの二人とかさ、なんか油断してたらすぐ抜かれそう。ねえ、私ぐらいの年になったらね。これも？ねえ、そう、さっきなーちゃんのドレス見たんだけどね、可愛かったよ、なーちゃんのドレス。可愛かったよね。なんかシンデレラって感じだった。ねえ、見てないの？見てないの？楽しみだね、そしたらね。そう、あとなーちゃんもね、今日とあと小倉とここもう一回卒業ライブのあと3日だけなんですよね。だから写真みんないっぱい撮っといてね。もう写真のフォルダがなくないぐらい、なくない、嫌だから。噛まないで。噛んじゃった、大事なところで噛む人だからさ。そう、そういえばさ、みんなさ、エルフィーのみんなって生誕ライブとかちょこちょこやってたよね。生誕イベントみたいな。あいね、一回ショールームで、コロナやったけしたいよ。やっとったね、部屋で。そう、あれ家でさ、セットリとかも全部書いてさ、すごかったよ。ドレス着て。めっちゃやるやんと思って。ね、あれ有料にしてもいいぐらいだよね。あれ無料でしょ。無料。そう、サービスすごーい、もう。私のケチケチ精神ではできないわ、ちょっと。これがね、そう、金欠オタクなもんで。俺も、そう、分かってくれるみたいです。ね、そう、誕生日といえばケーキなんですけど、みんな何ケーキが好きですか？ケーキ。いや、チーズケーキ。チーズケーキ？おー。何？さっき、ショートケーキ。ショートケーキ。王道。かわいい。かわいい。かわいい。ミラちゃんは？じゃあ、じゃあ、かわいい。アイナちゃんは何でしょう？おー、ショートケーキ。やっぱ王道がいいよね。カレンは何が好き？タルト。タルト？あ、タルト美味しいよ。あなた好きな食べ物あったんだ。あ、ケーキの。ケーキの中では。あ、そういうこと？強いて言えば。強いて言えば。タルトでもさ、いろいろあるやん。なんか、ベリータルトとか、ピーチタルトとか。何が好き？わからん。わかんない。じゃあ、とりあえずタルト生地だけあげるね。ありがとう。海は？聞こえたらチョコレート。チョコ？チョコケーキ。いいね。かわいい。なんだろう。私もショートケーキです。え、私かわいい。え、わざと？かわいいって言われたくない。わざと、あざと。あざといわー。
っといちごタルトで、じゃあいちごタルトでじゃあってなんだろうねちなみに私はね、ケーキなら何でも好きです。かわいい、もうかわいいって言わせてるよねこれそう、そういえばなあちゃんが卒業したらさ、もうずっとこの並びなんだよね。私一人飛び出るじゃん。あ、でもなあちゃんいつも飛び出てるよ。あ、そう、うん、そっか、ね、早く伸びて永遠飲みな